これがね、これが東海出って言うんですよ、はい、あまりごはさんね、ピンとずるから、あ、ピンとずる、うん、これ東海出でしょ、はい、あの東だから東って、あの、うん、からかい、うん、あの時代中国のね、中国の東海出、はい、で、これはあの紅葉は比較的綺麗です、うんうん、東海ではね、うん、でね、こういう木今ちょっとこれ制作中なんだけど、うん、ちょっとさつきとね、あの東海でと、あのさしきのとこからこれ植えたんですけどね、うん、あのたまたま葉っぱない時やったもんだから、うん、これさつきの寄せ植えするつもりが横にこれが入ってたの、うん、だからこれはこれでまたね、なんか面白いからほっといたらいいもんだね、うん、秋に紅葉して、これは春は真っ青に出て、これも全部来年の花芽ついてんだよ、これ、うん、これツツジですけどね、これついてるよ花芽。でこれは東海ででしょ、はい、これは綺麗な紅葉します、うん、そしてね、これはね宮様楓っていうの、はい、なんで宮様っていうか知らないけど、うん、宮様が見っけたらしいよ。宮様って誰さ、宮様って貴族の皇族の宮様さ、うん、なんとかのなんとかって人が見っけ、うん、見っけたんだってさ、それで宮様って、うん、その言ってた人もね、うん、なんかよくわかんねえんだわ、それで調子いいんだその人も、だからあのいい加減だと思うんだけど、うん、一応通ってるのこれ宮様楓ってことでね。でね、これは同じグリーンでもね、うん、あの葉っぱの色がちょっと比べればちょっと違うんだけど、セリがある、形も違うのね、うん、なんとなくわかるでしょ、うん、これちょっとこう比べるよ、こういう感じね、うん、キレが違うのとね、うん、秋の紅葉がね、これは真っ赤よりもピンクの濃いっていうよりも縁起がかったようなね、うん、例のごとく秋の色はね微妙なの、春と違って気候、それから育て方、それから肥料の効き方とかっていろいろあってね、うん、いろいろ微妙だけど大雑把に言うとこういう色と、あんまり触らないよ落ちるから、いやこれはね、これは必ず落ちるもんだってことを今言ってる、違う必ずこういう、もう今でなくなるってそれでね、今もう慌てて3つしかないのに慌てて説明してるの、もうそろそろ落ちる時期なんでね、はい、今が一番いいあれだタイミングなんだわ、はい、でこれもちょっと落ちるからあんまり触らないで説明するけど、うん、これがね宮様楓、うん、でなんでこんなひょろひょろしてるかって言ったらね、これは今石に抱かしたり、これから針金をかけて冬ですよ、綺麗な模様着に作る材料なの。それでこれ葉っぱをなんか違いを見つけるには何を基準にしたり、まずじっくり見ればわかる、この綺麗が違うの、うん、そしてね夏になるとね、もう極端な話触ればわかるんだけど、うん、こっちの方はね地が厚いの、うん、こっちは 0.5 ミリぐらいあるの、あ、そう、こっちは 0.1 ミリぐらい厚さが、0.1 ミリでないよ、うんうん、0.1 ミリぐらい、うん、これは 0.5、うん、0.3 ミリぐらいの厚さがあるの、うんうん、触ればわかります、うん、そして秋になればわかるし、うん、それでこういうふうに曲げてきれいに作れば、うん、値段でもわかる。だけどこれだってさ、あの東海だってこういう時期もあるでしょ、ああ東海でだってこういう時期ありますよ、なんぼでも。ただ秋になったらはっきり違いが分かるの、うん、春だったらね慣れてなかったらどっちがどっちだか分かんない、うん、我々見れば分かるけど分かんない人は触るの。俺は分かった、分かった、よし。これはね綺麗でしょ、うん、これは必ずこういう色になるんです。それ言っちゃもう真っ赤でね。これはね、真由美って言うんだけど、うん、まあ聞いたことある人いるんだろうけど、真由美にもね、色がね、白とね、うん、ピンクとね、うん、真っ赤とあるの。うん、これはね、あ、真っ赤って実がだよ、うん。花でなくて、うん、葉っぱでなくて、うん、これは実が真っ赤なの。うん、これ百万石っていう種類だったかな。うん、真由美って四角い実がなってね。で中からね秋になるとパッと割れて、うん、こうベロ下みたいのが出てくるの種が、うん、それの種類なんですけどね、うん、どんな木もね夏は真っ青な色してんだよ、うん、素晴らしい綺麗な、だけど突然真っ赤になるのこうやって、うん、でこれはなかなか落ちないでついてるね、
それは狛弓にならなくて、うん、普通の繭弓。狛弓ってどっかにあるけど、狛弓はこれの葉っぱ4分の1か5分の1だからね、うん、もっと赤いの。狛弓はね、色は同じだけど、狛弓はさ赤くなる時期が早い。もう9月になったらもう赤くなる。ああそうか。これは10月に入ってから赤くなるんです。うんうん、そしてね、これ繭弓って弓って書くんだよ。うんうん、真の弓、うん。っていうことはさ、あの何本曲げても折れねえの。うんうん、弾力性あるの。本当かどうか知らんけどさ、これでもって弓の絵作ったって言ってたよ。うん、俺それは試したことないからわからんけど。うん、だけど曲げには強い。これ今これやってもこれ全然大丈夫でしょ、うん、だから曲げに強いからね、意外とこれ小さくね作ってさ、これにプラーンと実ついてね、やってる上手な人、やってる人いるよ、うん、盆栽、うん、見つけてる人いるよいっぱい。でね、それはそれでいいんだけど、この色合いがね、うん、やっぱり中で一番綺麗なんですよ。そうだね。ただ葉っぱでかいからね、それなりにさ、あれなんだよ、ちょっと下品だけど、うんうん、こんなのから比べたらさ、うん、中にちょっと後ろにねちょっとこう置いたらさ、うん、これ引き立つでしょ、うん、この赤いのはね普通はさ前に置くんだけど、今はね私のとこはねあれなんだ、後ろの引き立て役だ赤は。あ、そうか、うん、こんな感じでね、これはねうつぎって言うんだけどね、これいつかねもう忘れちゃったけどね、こうやってちぎって、あそしてあのアポロ宇宙船みたいなやつ、うん、アポロ宇宙船みたくね作ったやつだよこれ、うん、でまあこれはね今はまあこんなの全部いくらでも出るから、ちょっと今頃でもいいんだ、剪定してこうちっちゃくしとくんだけど、これを春はね、うん、あの真っ青です色。これ春に花芽がつくの。春に花芽はもう秋に。あ、ついてんの。ついてんの、わかんねえけど、今度は出た新芽に花つくの。うんうんうん、それでこれはね、今ちょっと物はついでにさ、これね、なんせね、これちょっと一応撮影のに出してきたんだけどね、普段はさ、ほったらかしてちょっとついでにこう剪定もしてるから、うん、あの仕事はかどらないかもしれないけど、ちょっとね俺も忙しいからね、物はついでにやっとかなきゃね、こういう感じなんですけどね、これ根自体もこれいいでしょ、うん、この根は もちろんここまで土に入ってたやつを強制的に土を落として吹き上げたんだけど、うん、これ花は白い花がいっぱいつくの、うん、小さい鉢が花がねいっぱいつくんだけど、その花はまあまあ可愛いんだけど、うん、この葉っぱが真っ青に出てきた後、やはりこうやってね紅葉するの、うんうんうん、それで紅葉して、うん、これもうちょっとこうコンパクトに作るといいんだけど、うん、真っ赤になって、うん、この幹が白くなるんですよこれ、うんうん、見た通りなってでしょ、うん、これ木肌がこういう色になってくるわけ、うん、そうするとねこのコントラストがすごくいいの。夏も綺麗だよ、綺麗なグリーンにあれだから白だから、うん、そして鉢がこの色でしょ、うん、だからこれすごく合うでしょ、うん、あグリーンと白と赤だよ、うん、これどうすんのどうすんの、信号機よりもまだ派手でしょ、うん、この辺がいいでしょこれ、うん、これちょっと、まあね、何だったっけ、最近パッテンしないもんそれで、ああそうそうそう、これはね宇宙船のさ、うん、あのあれみたいでしょ、アポロかよ、アポロみたいでしょこれ。これはあのいわゆるね花の時期に売るんですけどね、うん、意外とね花の時期よりもね、うん、むしろこういう色葉っぱの色づいた時の方が売れる。あそうだね、花はね可愛いっちゅうだけで貧相なもんだわ、うん、これ先にポッ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 とつくんだわ、米粒みたいのが、うん、まあ可愛いっちゅうは可愛いけどね、うん、まああのあれだ、粒々がパッと米粒がついたような花なんだ。だからそれで感動し買う人は誰もいないわやっぱこの値上がりとかさ、うん、葉の色で買う人がいるわけ。そうだね、うん、これはね姫うつぎ、白の小花、うん、1800円。あそうか、あこれは何年も前の値段です。ああとんでもない安いです。あそう、はい。